さっきのココンのやつだけカットお願いしていいですか、はい、歯磨きのところ。歯ブラシですか。サワイヤンチャンネル、えいどーも皆さんこんにちは、サワイヤンチャンネルです。これからね、かの有名カツプル夏子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 カツプルの、ご自宅に初潜入することが決まりました。決まりましたけども、これから向かうんですけども、そこでちょっととあるドツキリを仕掛けていこうということで。そうね、まあ俺が行くってことはドツキリでしょ。どういうドツキリするんですか今日は。もし初潜入したサワヤン兄弟が、家宅捜索を行った際に、見ず知らずの、男の私物が出てきたら、こうちゃんはどうするのかドツキリ。なるほどね。まあ、まず前提としてとにかく家をもうめちゃめちゃ探し回ります、僕たちが。もう至る所、至る所をもう見る。これも楽しんでほしい。これガチでやる。でかつそこに事前にこれかなりめっちゃ高度な技が求められてて、入った瞬間に俺がこうくんとうまいこと絡んでる隙にヤンとなごみちゃんで物を仕掛けてほしい。こちらのもうキャップ、 T シャツ、それから歯ブラシだから、なごみちゃんは分かってます。なごみちゃんは仕掛け人です。なごみちゃんは仕掛け人です。はい、でこれからね家に向かって僕ちょっとうまいことをちょっと効果でちょっと捕まえといて、多分そこはね多分動画にできないんだよ。そうガチドッキリなんで、でもなごみちゃんにはちょっと協力してもらって、これを隠してもらって絶妙なところに、そこに俺が自然な流れで入り込んでやると、やっていく。かなり難しい、正直過去のドッキリの中で最も高難易度な、ドツキリにはなってる。まあそこ俺らの、ここは食べさせてもらいながら、まあうまいことやっていこうじゃないかってことで。ここで俺がオープニングの初めてなんだけど。確かに、いつもここ俺の一人みたいな。そう、まあ、これドツキリオープニングだから、ここは。ってことで、まあ早速ね、いきたいと思います。しゃあ。どうも皆さん、こんにちは。サワヤンチャンネルです。しゃあ。はい、ということでやってきてまいりました。控え気味の実人間ですかこれでやっておりますけど、これどこですか、ここ本日なんですけども、はい、私たち画角入ってるかもしれないかもしれないこの喋り方誰も通じないからちゃんと話そう。本日なんですけども、はい、有名、なんなら日本、はい、カツプルはいの、カツプル、とあるカツプル YouTube、 とあるカ、これもすごいすごい、こういうこともできちゃうわけですね。すごいすごい。とあるカツプル YouTuber さんの大土に、はい、お邪魔させていただきます。いやついに、うん、これすごい、これこう動きながら俺は多分喋ってるかもしれないまあとりあえず今ここは、はい、まあ、ちょっと玄関なんですけど、玄関なんですけどもあの本日はそちらの、カツプル YouTuber さんたちの、 あの部屋を秘密じゃないけど、なんか暴いていきたいと。確かに、なんかそのリアルな日常を掘り明かしていきたいと思います。カツプルがどういう暮らししてるのかっていうのはやっぱ皆さん気になると思うんですよ。確かに。で大体 YouTuber さんって自分のチャンネルではさ、なんかリアルな部分ダサいじゃん。全部暴いていっちゃおうかなって思ってます。あのさ、やばいやつだよ。ずっと揺れてオープニング撮ってるやつ今までいないと思うよ。まあ、ということで、あのリビングの方にいらっしゃるので、あのここにずっと出ると本当に頭おかしいと思われちゃうんで、早速リビングの方に行きたいと思います。行きましょう。お邪魔します。お邪魔します。いらっしゃい。なこなこカツプルのお二人でございます。はい、まあ、タイヤ多分あるんだけどね。はい。はい、なんか玄関すごい特殊な照明があるんですよ。なんで泣いてるんですか。いや、なんか玄関オープニング撮ったんですけど、勝手にちょっと電気消えるんですよね。だからずっと動いとかないとオープニング撮ったって。あれ自動で消えるんですよ。そう。だからもうずっと動いてこない。自動で撮ってましょう。ゲームの選択だけじゃなくて。そう。自動でコンビニしてくれるチーム。多分なこなこのお二人の、チャンネルでも、まあ、だ新居紹介がされたと思うんですけども、はい、まあ、それを見たサワヤン兄弟、はい、なんだこれは、もう全然深いとこもう教えてくれないじゃないか、上目だけだ、いやらしい、そうそう、浅いだと、浅い、ルームツ
っと浅かった。浅い浅い。もっと視聴者が気になってるはずですよ。結構ファンとしては、はい、もう少し知りたいなっていう。あ、もっと知りたいなっていう。確かに確かに確かに。それを今回やっていただくんですか。いやいや、やらさせていただきたいんですけれども、はい、もう抜き打ちで、もう大丈夫でしょ。本当にガチでいきますからね。そのカツプルがどういう感じしてるのかっていう。なるほど。あ、なるほど。それを騒いで徹底解剖。徹底解剖。徹底に。こっちも結婚してるんで、やっぱそのまあ。ある人は先輩、そのもう、カツプルも先輩として、まあ、そこもちょっとさ、まあ、見て、そうですね、あの結構、人のプライベート空間に土足で踏み入れる超失礼系 YouTuber なんで、失礼系っすね、失礼系なんで、まあ、今日はもうガッツリ行くんで、まあ、全然大丈夫ですよ、よろしいでしょうか、はい、大丈夫です。じゃあ、もう許可もらっちゃってますからね、どっから行く、どっちから行きますか、まずリビン作る、まあ、リスニングか、リビン2あったんですか、ありがとうございます、まだ見えてないです、まだ見えてない、見えてなかったですね、リビン、まあ、まだ、これがですね、リスニング、リスニングね。このカーテンがもう気になったら、うん、もうマジでいいカーテンですね、うん、じゃあお前のために編集面倒作してあげる。やめますって本当に。これはマジこれダメです。もう最近ちょっと、はいはいはい、僕最近練習サボりがちなんで、もしかしたらモザイクかけられないかもしれないです。いや、かけないとやばいです。えかけない見て、なんかさ、赤ん坊の靴なんだけど、もしかして隠してもいいよ。あ、これカーテンはもうどうでもいい。カーテンはもう OK です。これは一体何なんだ。これやばくないですか。これやばいな。これちょっとニュースになるんちゃう。足入らんぞこれ。いやいや、これマジで。でもこれ完全にもう赤ちゃんが履くやつは、この音鳴るやつってこれちょっとヌメヌメしてるな。なぜやろ。これでも実は、うん、まだ言ってないですけど、はい、いいかな、大丈夫かいって。あ、いいんじゃん。実はこれブランのおもちゃです。すごいなこれ。これトトロに出てくるやつやん。あ、そう、あの乗るやつ。トトロが。バスすごい、トトロ。こうやって水がさーって、俺あのシーン一番好きやん。これそっくりだ。最初ポツって水が落ちてさ、ほっ、トトロ出てくる。あ、知らんし、俺大好き、サード。すごい。すごい。本物だよ、完全に。本物だよ。完全に本物だよ。トウのトトロ。トウのトトロ。まあ、トウをさ、まあ、よくやるけど、銅を安く使うな。銅の、カッコ銅のトトロですよ。やめろ、カッコ銅のやめろ。この191センチの男も、うん、あ、ごめんなさい、失礼ですね、いきなりこう寝そう。あの、余裕で。え、サワラ、脇大丈夫ですか。まだボトツクスギリ効いてる。あ、ボトツクスギリボトツクス効いてる。ちなみに最近結構チェックしてて、徐々に出始めてる。やばいやばいやばい。本当にいいソファだね、これローソファね、おしゃれだと思う。そうですね。あの部屋のこのカーテンのこのね、すごい統一感がある壁というか、このね、このこういう、はいはいはい、これおいくら前でしょうか。これですね。おおおお、この反応で値段楽しんでください。絶対座っちゃいけない。この反応で値段楽しんでください。座ってくださいよ。いやいや、もう大丈夫です。ボタクツクス。いやいや、もう俺ら床で大丈夫です。恐ろしい、この人たち。そういうのは分かんないよ。あ、そうですね、分かんないよ。こういうね、髪の毛チェックちゃんと挟んでいく。持って帰ってください。これはお土産を。これ嬉しい。嬉しい。飾ってきます。飾ってきます。ちょっとだけ今に怒られそうで。さあ、そしてこちら、はい、なんとですね、先ほど私たちが、向こう側、カーテンをあのかっぴろげさせていただいたんですけども、なんとなごみちゃんが普段ここで手料理をする。いや、いいな、これ見渡せんのがいいね。うわ、これおしゃれ。これ塩入れ。これすごいな。これこう行くんですか。こうつまし、なう、見て、これがあるんだよ。すごい。これはもうでも決まる粉が入ってるんで、一回サワさん舐めてもらっていいですか。サワ結構あの好きなんで、多分すぐ分かる。サワさん決まるやつ。一回ちょっとこれどっちですか。これ砂糖っぽいな。いや、これ塩。いや、もう決まるやつなんで。鼻から行ってください。鼻から。いや、もう麻薬王なんよ。麻薬王やで。見栄えが倍人やねん。やらすな。決まってる。目開いてる。開いてる。キッチンはまあこのぐらいにしておきましょうか。もうリビングはないんじゃないですか。いいかいいか。あとは洗面所とかは。あ、洗面所。洗面所いいっすか。多分気になるよ、みんな。これ洗面所みんな気になるんじゃない。はい。はい。ということで。キラクッツ。はーい。めっちゃ響く。すごいキラクッツなんですよ。でかいから。洗面台行きましょう。洗面所。はい。すごいな、やっぱ2つあるんだね、ちゃんと。これないよね。これが澤さんとこも2つあります。僕らのとこも2つあります。2つはね、もうあのステータスなんですよ。ああ、なるほど。
だもうね、2つか1つかで多分だいぶ違うんですよ。お部屋の値段もギャングンみたいな、ギャングリ買ってるんで。でしかもね、カメラさん見てください、こんなさ、普通これよ、これ気になった、普通これないよ、どうなってんの、その時代もなかなかないか、こういうやつよ、こう立ってる見たことある、ビン立ち、もう元気、超元気だからこれ泣いてる時もあるんですよ、あるの、あるこうなるの、こうなる、ちゃんとこうちょっと喜んでる、ちょっとこう先に触ってあげてボディソープ出てくるちなみになんかこういうとことか開けていいんですか、あ、全然、うわ、めちゃくちゃ綺麗、すごいすごい綺麗にまとめてる、そうですね、なんかいろいろありますね、絶妙なこの距離、確かにこの距離感がエッチ、エッチだな、なんかエッチな、まあ、今あるじゃないですか、時期的にそのソーシャルディスタンスなんで、あ、そこも、ここも追求してんだ、まあ、感染対策、ね、もうちょっとでアクリル板届きますそれまた取りに行きますよ、僕らそう、本当に取りに行きますよ、取りに行くよ、そうそうアクリル板絶対絶対取りません、あとマスクしますコウくんね、一回乗り出すとたまんないからなに、これは何ですか、これは美容液ですね、え、これ何、一気に全部使うの、これだってかき氷のシロップかと思った違うの、あ、違うの、なんか一個一個、その、効果があるみたいな、うん、え、まとめて一気に使うんですか、いや、ベラ、ベラ、ベラ、あ、ヒリオラ、ベラってやつえ、あ、なるほど、何も今あ、統合語が出てきてる、ベラ、なるほど、なるほどお前、やっぱ宇宙人だったんだねベラ、ちょっと戻っちゃいますよ、出たの、今出ちゃいました本番ね、ベラ、ベラこっちは歯ブラシか、はい、すげえ歯ブラシ3本あれ確かに3本え、1個なんか掃除用っすか、あ、そう、あの、これはまた友達が来てて、あ、そういうこと、友達が全員使うやつなんですよ、なるほど、なるほどね、ちゃんと、なるほど、オッケーオッケー、じゃあ次行きましょうか、次行きますか、あ、うんえ、どうですか、じゃあ行きましょう、さっきのココンのやつだけカットお願いしていいですか、歯磨きのとこ、歯ブラシですか、え、歯ブラシわかるの、え、なんでよくない、歯ブラシ、え、ど、あ、これですか、そうですね、普通です、あ、なるほど、あ、なんか、そっかそっか、人が来てるみたいな、まあ、適当に言ってましたけど、はい、てことで、はい、てことで、ここはどこですか、これは、まあ、僕たちの愛の部屋、ベッドルームです、はい、愛の巣にしてしまった、匂いが愛だ、香りがね、香りが愛、香りが愛って、それはちょっと嫌らしいですね、熱さ高い愛の香りがする、生々しい匂いします、生々しい、これ階段はこう2人でこう上がっていく感じなんですか、いや、めっちゃ、ちょっと、ね、お前なんで言うの、俺ずっとどうしようかって考えてたのに、いや、さっき言われました、これ気になることは、これはここまで来たら四つん這いでこうやって上がっていく、こう2人でこう上がっていく、なんか階段強度すごかった今、階段の強度よ、ブラの階段ね、なんかそういうプレイがあるのあると崩れ落ちながらこれもまたちょっと失礼いたします、はい、低反発、あ、いや奥は結構硬い、失礼します、はい、表面だけ確かにそうですね、表面は柔らかくてふわっと雲の綿のようにで奥からガチッとちゃんと受け止める、支えとか支えそうですね、低反発にもかかわらず見たらしっかりと、うん、どんな激しいのもちゃんと耐えれるこの確かにこれ毎晩耐えてるのじゃんこれすごいなるほどこちらにおいくら前なんですかこちらはこれはいやいいよひい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 Thank you, happy hour! シーフーがやばいやーマジかちなみにこれ、ここかとか見ていいですか、色確かに、なんかこの辺、はい、隠し扉がいっぱいある、3つある、見なそうですね1個、2個、3個、はい、どっちもある中村ちゃん、どれいいどっちかいどれいいっすかどっちも、プロですよ、これうわ、人の愛です俺、寝て起きてこれあったら泣くもんねおはよう。おはよう。あのこっち待って。これね。すごい。いやこういうとこ苦手でやばいもん。だいたいこれ僕のうちの家庭ではですよ。はい、こうプレイしてるときにだいたいこうやって取ってそのこういくんで。あさあそういう感じ。ごめんなさい。何を取れるんですか。何でもないです。これはここはもう普通に。もうすごいぎっしりなんですけど。はい、すごいそうですね。ウォークローゼットです。これ服選べるこの広さで。これすごいじゃん一回見て。身動き取れないよこっちもクローゼットですね開けてくださいはいおおおおこの揃い方かっこいいなええー、お電気ついてるめっちゃされてる、はい
もうやばい、びっくりするよ。うおお、すごい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 。ガチかガチか。これはすごいぞ。これ右向いてみ。進めるぞ。これ人進めるよ。進めるぞ。これ沢で測ったら何沢だよ。何沢ですか。カメラさん一回奥入ってください。何沢。1沢でしょ。1沢は、あ、2.2沢。 2.3 沢ぐらい。 2.3 沢すごいよ。すごい。3メートルぐらいよ。やば。いや、もっとあるわ。星すごい。キャップおしゃれですね。キャップが多いんですけど、はい、まあ、実は僕たちニューヨークヤンキース所属してて、はい、まあ、トレードであのロサンゼルスドジャースになったんですけど、はいはいはい。で、からのでまあそうっすね。え、どれ、いや、なんすか。でもちゃんと畳んでるんですね。確かに綺麗に。これなんすか。何そのシャレンティーナ。この服誰のあったっけ。え、買ったやつじゃなくてそれ。サイズでかいっすね。まずい。カット結構ガチでカッティングのやつ。カッティングのやつ寝巻きかな。これコウ君のじゃなかったっけ。よではないんじゃん。もらったやつ。え、そんな服あるわけじゃん。買ってない服なんて。こっちはコウ君。こっちは大丈夫ですけど、なんでこんな服にこんな執着するんですか。服に執着、うん、え、いや、持ってないやつだったんで。持ってない。どういうこと。え、コウ君じゃない。どういうこと持ってない。え、俺の服、俺じゃないよな。コウ君のこと言ってた。直しとくわ。おかんの寝巻きとか。おかんの忘れてた寝巻き。多分そうか。え、今日そういうコーナー。なんか誰の服が暴いていくコーナー。そういうコーナーなの。これカットで。はい、カットで。はい、てことで、はい、ナコナコカツプルの新居、大創作企画、終了いたしました。はい、ちょっとまあね、全体的にものすごく綺麗にまとめらっしゃってて、もう家具から何から何まで、うん、やはり料理もちゃんとされてるってことは証明されましたし、はい、ちょっとね、ただ2点だけね、なんかね、突然なんかカットするとか、なんかわけわかんないことあったんですけど、それ以外でいけば、もうあの星 4.8 ぐらい、5.0 中。確かに確かに。でも、まあ、多分トークもなしでガチのカットなんで。何なんですか、本当にどこをカットするんですか。どこだし、何が歯磨き。そうだ、いや、歯磨き、歯磨いてる。もう、でも、いかがに言えることない。バーその服も、バー服がちょっと謎だったけど、あの服、あれ、そう、あれ、何がダメだ。あれ、絶対使えないし、あれ、何なんですか、あれは。あれは、そんなヤバい服だったの、あれ。あれ、たぶん、コウ君じゃないよ。俺のではないんちゃうかな、わからん。やった、ちょっとやば。大丈夫この大丈夫か。、まあ、とりあえず一回は編集してまた動画見せるんで、はい、まあ、てことで、まあ、でもやっぱさすがカツプルだな。長続きしてるカツプルだな。さあ、から見てもこれはやっぱ結婚近い。いや、そうですね。これはもうあの秒読みだと思うんですけども、まあ、ちょっとなんかカツとのシーンがちょっとあったんで、まあ、そこだけ契約にしていただけたらもう大丈夫。引きすぎなんだよな。いや、でも俺も気になっちゃってるもん。まあ、あとこれ終わったらちょっと詳しく聞こうと思います。まあまあ、とりあえず締めますか。はい、まあ、この動画が面白かったらチャンネル登録、高評価ボタン、それからなこなこチャンネルの、ね、コラボしてるんで、ね、はい、動画よろしくお願いします。チェックしてみてください。また次回の動画でお会いしましょう。バーイ。はい、ねえ、服、いや、あそこ開けると思わんくて。で、そんな開かなかったっけ、俺も。クローゼットあれ、なに、大丈夫でした。そんな、まあ、まあ、まあ、また動画できて、共有するんです。え、そんな開かなかった。え、歯磨きは何やるんですか。歯磨き、バーン。あ、一応右側のとこっすか。そうです、右が、え、右何が開かなかったっけ。ね、まあ、まあ、とりあえず、あの、そこ全部やってくんで、話してください、練習で。こんな開かなかったっけ。あそこ、ここもちゃんと混ぜかけるの。ああ、はい。そこもずっとやるの。歯ブラシはあるけど、T シャツは謎だよね。T シャツ、買いすぎないですか、服、普通に。T シャツだから、この前、なんであの T シャツだけ。おかんとか置いてきたみたいな。違う。え、ほんと、一着だけ。男とかって、え、あるあるかな。もし、なこなこカツプルの家に、見ず知らずの男のものがあったら、コウ君はどうなるか、手つきでした。ひどい。ちょ、ちょ、中から感づいちゃった。やっぱり感づいた。いや、でも
で最初、まず俺歯ブラシとか、これ誰のものだよ。ガチで分からんくって、これでもそんな痕跡あったっけとか、朝俺だってさっき見たのに撮ってるってことですか。今も撮ってます。撮ってます一応。で朝そんな、だって車椅子とか磨いた時なかったんでなんか増えてるけどT シャツでも、 T シャツはびっくりしました。あれみたいな。疑いはほぼない。疑いはなかったっすね。いやなんかまあナゴミの親のやつなんかなと思って。あ、いやでもさすがだわ。医者が強いから、やはり疑いまではいかないと。いやでもそんだけね、やっぱでも、いやでもまあ確かに強い絆でつながれてるからこそ。いやでもまあそうですね。だってコウ君だってそのあの物が出てきた時に一切ナゴミちゃん疑わなかったもんね。うん、そう。あ、確かに。親のじゃないとか。そうですね。なんか誰が友達が忘れてたんじゃないとか、そういうのしかやらなくて、誰のみたいなとかって全然やるのね。そこはちゃんとジェントルマンが出てたし、ライを感じたの。信頼してるんで、ちゃんと最後褒めて終わるってことで、なかなかカツプルで、カツプルで愛が素晴らしいなと思ったらね、そして素敵なお家だと思ったらね、ぜひグッズとボタン購入よろしくお願いします。なんと言いますけど、あのお二人のチャンネルをコラボさせていただきます。ありがとうございます。ものすごいね、あのコウ君迫真の、あの何かが見えます。いやでも面白かったですね。ぜひチェツクのお話しします。チェツクはい、お願いします。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。バーイ。